はい、北野です。今日は個人事業主一人起業家が倒産廃業してしまう危険な5つの習慣トップ5について話をしていきたいと思います。今日の内容っていうのは、起業して3年間累計8億以上の売り上げを作ってきた僕自身がいろんな方をね、累計1000名以上の起業家経営者を見てきた中で、そして僕自身の実体験からね、思うこの習慣めちゃめちゃ危ないなというのをですね、ピックアップしてお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ていただけたらというふうに思います。そもそも中小企業白書のデータによるとですね、個人事業主フリーランスっていうのは約3年以内にですね、約 65% が倒産廃業する、そして10年間の間で約ですね、生き残るのは 10% と言われるぐらい狭き門なわけですよね。しかも会社経営においてはですね、10年後に生き残っている会社の生存率って皆さんどれぐらいか知ってますか？まあ、これ答えを言うとですね、わずか約 6% に満たないと言われてます。いわゆる降水確率 94% で天気を晴れさせるぐらい、まあ難しいわけですよね。で、その中でどういう風にしていけば長期的にね、お客様からも愛されて売れ続ける起業家になれるのかっていうね、話をねしていきますので、まずではね、早速1個目のポイントを話していきたいと思います。1個目、多個責任マインドの人ですね。まあ、いわゆる多責任する人です。これは、ま、起業家ではですね、例えば、売上が上がらないからって言ってお客さんのせいにしたりとかですね、営業がなかなか制約が決まらないからって言って、いや、お客さんが自分の商品の良さをあの人は分かってないよって言って、お客さんのせいにして、自分に原因を求めない。これじゃうまくいきませんよね。松下幸之助さんもこう言っています。雨が降っても自分のせい、晴れても自分のせいっていうね、ま、有名な言葉があるわけですけども、いわゆるそれぐらいのマインドで、すべて自分にまず原因を求めるんですよ。まあ、もちろんね、すべて自分が悪い場合ではなかったとしても、まず自分に一旦原因を求めてる。自分にね、もっと改善すべきポイントはなかったのかなっていう視点で考えることによって、どんどん自分が成長していけるんですよね。例えば皆さんがですね、お祭りで屋台で足を踏まれてしまったとしましょう。すごい痛いとってなった時に、踏んだあいつが悪いんだって相手のせいにすることは簡単だけども、いや、そもそも待ってと、そんだけ人混みのところに行くんだから、足を踏まれても大丈夫なようにサンダルとか下駄じゃなくてちゃんと靴履いていきましょうねとか、まあ、そういうような配慮って自分側の問題でいくらでも改善していくことができたりするわけなんで、まあ、そういう姿勢でですよね、あくまで。で、企業にね、取り組んでいくことで、より集客であったりとか売上アップっていうのはね、しっかり改善をね、積み重ねていけることができるんじゃないかなと思います。二つ目の危険な習慣はですね、一人起業家あるあるなんですけども、自由な時間が多いからこそ、しかも誰からもですね、お城を叩かれることがない分、サボってしまうっていうのがあるんですね。で、これをですね、回避するための方法として僕がいつもやっているのは、自分に対してですね、自分よりも結果を出している、起業家であったりとか、年商でうち4、5億規模なんですけど、じゃあそしたら何十億やってる先輩の経営者さんとか見るわけですね。そしたら、その人って自分が例えばですよ、今日は仕事しないでソファーでゴロゴロネットフリックスとかやってる間でもですね、まあ、めちゃめちゃ仕事してたりするわけですよね。っていう人を見ると、自分がサボってる間でもライバルはガンガンやってますよって話なんですよ。よくなかなかモチベーション維持にできませんとかですね、仕事がなんかやりたくないですとかってね、起業初期の段階とかだとですね、あのアマちゃんみたいな人がいるわけなんですけども、そもそもライバルの存在を意識した方が僕はいいと思っていて、まああまりね、過度に比較しすぎっていうのも良くはないんですが、まあある程度ね、自分のライバルはこれぐらいやってるよとね、自分がサボってる間でもライバルはその2倍3倍仕事してるっていう風なね、常に、自分の周りのライバルの起業家を意識することによって、自分を負けていられないなっていう形でね、自分のいわゆる基準値ですよね、仕事量の基準値だったりとか目標達成の基準値というのが引っ張られて上がるんですよ。だからよく環境を変えるとね、マインドが変わって結果が変わるよって話がありますけども、やっぱり自分だけでですね、世界で起業するよりは、自分よりも活躍している人を最近ベンチマークしていったりとかね、この人が頑張ってるんだったら私はもうちょっと頑張ろうっていう形でですね、まあ、ぜひそういった、環境に飛び込むっていうのもいいと思いますし、自分が目標にできる人をまず見つけるっていうのが重要かなと思います。3つ目の危険な習慣は、今よりも人脈を広めたりとか、深めようとしたりしないっていうことなんですね。で、これはですね、僕も思うんですが、やたら人脈を広げようっていうのは逆に良くないです。まあ僕もあんまり人脈すんごい広げたいっていうタイプではないんですよね。で、人脈って本当に重要な人とのパイプっていうのは、例えば100人ね、今皆さん人脈あったとしたら本当に5人ぐらいなんですよ。でもその5人のキーマンとなるような人脈っていうパイプを作っておくってところにですね、まあ時間を使っていくっていうのがいいんじゃないかと思います。例えば、いつもですね、お世話になっているコンサルタントの方だったりとか、もしくは広告会社の方だったりとか、前の会社お付き合いあった営業の方だったりとか、まあ、そういったですね、いわゆる決裁権が多く持っている方であったりとか、この人と繋がっておけばその背後にいる人とも繋がることができるんで、そういう視点で考えた時に、すごい人脈というか自分が望むようなパイプをたくさん持っているような、たった一人のキーマンっていう人を意識して、その人とね、積極的に付き合っていくっていう、まあ、これはね、ちょっと戦略的に思われるかもしれないですけども、後々ね、企業をブレイクスルーさせていく時とかにすごいね、有効になってきます。で、実際うちもですね、
ね、やっぱ会社の売り上げをどんどん大きくしていくってなった時に、やっぱりそういったパイプであったりとか人脈の力っていうのは、やっぱすごいね、僕らも助けられてきたことっていうのは何度もありますので、まあ、こういったですね、人脈の部分ですね、誰振り構わず人脈を広げよう、交流会行こうっていうよりは、その背後に自分が求めてる人脈がいる、たった一人のキーマン、その人と繋がっていくっていう意識を持ってですね、人脈を見極めながら、そのパイプをいわゆる狭く深くですね、掘り下げていくっていうところに意識してみるといいんじゃないかなと思います。4つ目の習慣は、休みを取らずにずっと仕事しているっていうことですね。まあ、これはですね、日本独特ですね、働くものは素晴らしいみたいな美徳文化未だにありますけども、やっぱりですね、一人起業家とか社長とかフリーランスっていうのは自分自身で主体として動くっていうことになるんですけども、忙しすぎるとですね、長期的な戦略を描けなくなってしまうんですよね。いわゆるもう目の前の作業とかタスクに追われて、来月の売上はどういう風にしていけばいいんだろうとか、今の売上をもうちょっと上げるにはとか、利益率をもっと残すためにはどうすればいいんだろうっていう、そういった脳内労働ですね。僕はこれを脳内労働と呼んでるんですけど、この時間っていうのがすごい短くなっちゃうんですよ。そうするとやっぱりビジネスって絶対に大きくならないんですよね。なので強制的にでも、例えば新しい情報を得たりとか物事を考える時間を取るようにするっていうところと、あと睡眠時間もですね、まあ僕自身も最低でも 7,8 時間を取るようにはしてるんですが、まあそこまでではなくても6時間絶対寝た方がいいです。どんだけ忙しくても6時間を下回るとですね、人間の脳のクリエイティビティってやっぱすごい落ちるので、まあ、睡眠をしっかり最低限6時間確保するというところと、タスクに追われすぎるので戦略を考える時間は無理やりでもいいので空ける、これをぜひね意識していただくということをお勧めします。5つ目の危険な習慣は自己投資をケチるですね。でこれはですね、よくわからない商材とかにお金を使えっていうわけではないんですが、僕自身も売り上げ上げていく中で4000万以上ね、お金使ってきてますけども、やっぱりですね、知識投資であったりとか新しい情報とかノウハウにお金を出さずにですね、大きくなった経営者さんとかってあんまりいないんですよね。で実際これは企業経営とかもそうだし、個人事業主今やれてる一人起業家の方もですね、今の自分自身のステージよりも1ランク2ランクブレイクアップスルーしようと思ったらですね、今の自分の知識コンフォートゾーンの外側のアイデアっていうのを引っ張ってこないと絶対に今のビジネスって大きくならないんですよ。そのためにいわゆる自分が今何が不足してるのか、例えば集客ができない、じゃあ集客のコンサル学ぼう、これはいいですよね。自分の見せ方がわからない、だからブランディングのコンサル受ける、これもいいですよね。いわゆる目的意識がはっきりとした自己投資っていうのはどんどんやってった方がいいわけですよ。でよく会社っていうのは一般的にですね、まあM&A をしたりとか、よく投資をしないと大きくならないっていうふうに言われてるんですね。これはもう実際今も昔もそうなんですよ、古今東西ね。僕ら起業家も一緒です。一人起業家であったとしても新しいノウハウを仕入れるから売上が上がるわけですよね。今流行ってる習慣をノウハウを取り入れることで売上が上がる、そういうテンプレ化されたもの、まあうちの場合もね、いわゆる集客支援スクールやってますけども、まあうちでもいいし、そうじゃなくてもいいんですけども、とにかく自分の今の売上上げる、まあいわゆるマーケティングの部分ですね、ここにやっぱお金を使っていかない、起業家社長っていうのはね、やっぱ売上落ちてきます。本当に売れない原因っていうのはマーケティングに全て原因がありますので、まあ、ここをしっかりと、お金を使ってでも、手こ入れをして改善をしてブラッシュアップしていくっていうところに意識していただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日ね5つの危険な習慣をお伝えしました。まあギクッとした方もいると思うんですけど、今からね改善していけばね、大丈夫なので、まあ、ぜひ今日の動画参考になった方、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE でお友達登録いただいてプレゼントゲットしてみてください。